サウジアラビアの掲げている、ビジョン2030をうまくこうマッチした大変素晴らしい工場になっているというふうに思います。日本としてサウジアラビアがこうしてしっかり改革を進めるということは中東の地域の安定に欠かせないと思っておりますので、日本としてはこれを最大限サポートしていきたいと思っておりますし、多くの日本企業にこうしたサウジアラビアあるいは中東への投資というものを考えていただけるような支援というのもやっていかなければいけないというふうに思っております。サウジアラビアが取り組んでいる将来世代のための改革はサウジの安定に不可欠であり、中東のみならず国際社会にとっても非常に重要だと考えます。そうした認識のもと、日サウジビジョン2030の着実な実施を通じてサウジアラビアの改革を日本がしっかりと支持し、その日本の姿勢に揺るぎないということを伝えるとともに、両国間の戦略的パートナーシップを再確認をいたしました。